たいと思います。今日はですね、南アフリカとそれからスリランカ、それからもう一人予告にはなかったんですが、イラクとそれぞれの国でですね、コミュニティの再建について、その尽力されている現場で活動されている方をお招きしました。一番左からですね、スリランカのインド洋津波で被害、大きな被害を受けた村の再建をされているニャーナ・セルバム・バサンタカラさん、それから一人置いて、南アフリカのローズ・タマエさん、HIV エイズの流行で大きな被害を受けている村の再建というものをずっと続けてこられました。それからもう一人、イラクからのイブラヒムさんという、3人の方にお話を伺います。3人の方、今回東日本大震災の被災地を訪ねてこられて、東京に戻ってこられたところです。で、どうしてこの方たちが今回その来日したのかということも含めて、最初にアフリカ日本協議会の稲葉正樹さんから簡単な背景説明をしてもらって、その後3人にお話を伺いたいと思います。今紹介に預かりましたアフリカ日本協議会、そして動く動かすの稲葉と申します。動く動かすというのはミレニアム開発目標の達成、そして世界の貧困をなくすということを目標に、キャンペーンと政策提言をやる国際協力 NGO の64団体のネットワークということになっております。私どもの方で、お二人の方、そしてイブラヒムさんについては、日本イラク医療支援ネットワークのですね、招聘で、こちら日本にですねイベントをやるということで、来日をいたしまして、そして被災地の石巻をですね、11月の9日から12日まで訪問いたしまして、さまざまな活動をしました。こちら資料のですね、裏の方に、ゲストたちの足取りということで、書かせていただきましたが、9日に石巻につきましてですね、門脇地区という一番激しく、被害に遭ったですねところを、訪問すると。で、その後翌日10日に、仮設住宅での交流イベントということで、仮設住宅に訪問いたしまして、で地域の方々と、交流をすると。で、一昨日になりますが、石巻国際祭りということで、これもですね、エンパワーメントのためのですね、フェスティバルということで、地域の方々も楽しめるようなさまざまな企画を、してですね、国際交流ということをさせていただいたということです。私どもの方でこういった企画をしました理由ということなんですが、こちらのですね、2枚目の方をご覧いただければと思います。そうですね、2枚目というのはその、裏の裏になりますが、2つ目、はい、パワーポイント、はい、私たちがこの石巻国際祭りでメッセージとしたかったことは2つあります。1つは、私たちは1人ではないということ、あともう1つは、力は現場にこそあるということ、この2つです。私たちは1人ではないというのは、日本はこういった形でですね、大きな被害というものを受けたわけですけれども、それに対して、彼らコミュニティのですねリーダー、また、途上国のさまざまな人々、そして途上国の政府からも多くの援助というものをいただいたわけです。こちらに書いてありますように、サハラ以南アフリカの国々からは、8億3269万円のですね資金というものが、送られています。また、一番ひどい貧しい状況にある、後発開発途上国から日本への、いわゆる義援金ということで、5億4465万円というような資金が送られている、こういうような形でさまざまな支援というものをですね、私たちはいただくことができたわけですね。そういう意味で私たちは一人ではなくて、この災害に対しては私たちだけで取り組むのではなくて、国際的なさまざまなネットワークやさまざまな国やさまざまな人々の支援があって、復興というものを成し遂げることができる。だからこそ鎖国してはならないと
ということを、まあ、強くですねメッセージとして、まあ訴えたい。また来年度予算等に関してもありますけれども、まあ、ODA の予算が格段に減るということもまあ、あり得るという中で、私たちとして、鎖国してはならないというメッセージをしっかり、打ち出していきたいなというようなところもありまして、今回の、イベントをしたということです。あともう一つ、現場にこそ、解決力はあるということなんですが、私たちのこの仮設住宅でのイベントと、そして、国際祭り、まあ、そういう中でですね、本当に多くの地元の方々が、まあ、自分たちのですね、様々な、例えば、芸能ですね、こちらの写真にありますけれども、尺八、これ、地元の方ですし、また、その尺八に合わせて民謡を歌っている方、この方も、被災されて仮設住宅におられる方です。でその隣なんですけれども、石巻国際祭りの、司会を務められた方も、この方も元地元のバスガイドさんで、こういう形で地元のパワーを活用して、こういった形で の国際交流のイベントができたわけですね。まあ、そういう意味でですね、私たち自身、やはりその現場にこそ解決力はあるということで、こちら普段からですね、地域途上国で、実際に災害にあったり、また HIV エイズ、またはその様々な貧困の中にいる、まあ、そういった人々が被災地と力を合わせてですね、国際連帯をすることで初めてですね、やはり復興というものも成し遂げられるのではないかと、まあ、そういうことで、こういったイベントをしたということであります。まあ、その中でですね、感じたこと、また現地とですね、自分たちの国と、石巻との共通点、まあ、そういったところをですね、あともう一つは日本へのメッセージですね、まあ、そういったところをですね、3人の方にお話しいただければというふうに思っております。ということで、私の話はそんなところです。はい、ありがとうございます。それではですね、順番にお話をしていただきます。最初にスリランカからいらしたバサンタカラさんからお話をいただきます。それから通訳の方3人それぞれの言語が違いますので3人の通訳がついておられます。それぞれボランティアでやっていただいていますのでよろしくお願いします。それじゃあよろしくお願いします。எல்லாருக்கும் மதிய வணக்கம். மின்னசான் கொன்னிச்சிவா. இங்கே வந்து என் பேர் வசந்தகலா. வசந்த நாமாய் வசந்தகலா தேசு. இலங்கையிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். ஸ்ரீலங்கா கிமாஷ்டா. இலங்கையிலேயும் பெட்டிக்லோவில் நான் வாழ்கிறேன். ஸ்ரீலங்கா பத்திகரோவா கேன் தோக்கோடைய சேகத்து செய்யமாசு. இப்போ இலங்கையிலையும் உங்களுக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இலங்கையிலையும் வந்து ஜப்பானில் அடித்த மாதிரி சுனாமி அங்கவும் அடித்தது. மின்னசாமோ மோ கொதோஞ்சி கத்தோ மோய்மாஸ் கெதோமோ ஸ்ரீ ஸ்ரீலங்கா நிமோ மா சுனாமிகா கிமாஷ்டா. மா நிஹோன் ஒசத்தா சுனாமிட்டோ ஒன்னாஜி அனு சுனாமிகா ஸ்ரீலங்கா நிமோ கிமாஷ்டா. இலங்கை ஒரு தீவாக இருந்தபடியினால் கூடுதலான உயிர் சேதங்கள் ஏற்பட்டது. ஸ்ரீலங்காவா ஷிமா தேசுனோதே ஓக்குனோ ஷிஷாகா தேமாஷ்டா. வளர்ச்சி ஆறு அத வளர்ச்சி கடல் உள்ள தேசம்.私たちの地域は川と海に囲まれた地域です。இப்போ எனக்கு இங்கே வந்து ஏற்கனவே நான் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டு இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வந்து திரும்பவும் நான் இங்கே வந்து பார்க்குற நேரம் எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்தது. இந்த பழைய சுனாமினால் இலங்கையில் எப்படி பாதிக்கப்பட்டோமோ அதே நிலைமை இங்கே வந்து பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு தென்பட்டது. சுதனி வட்டாஷ்டாச்சி வா ஹிகாய் உக்கிட்டு மா சொக்கார ஃபுக்கோஷிமாஷ்ட கெதோமோ யாரி கொங்காய் ஷிசாயிஷ்டா சீக்கி ஒத்துழைத்து வட்டாஷ்டாச்சி அனுத்தோக்கி மா கோமுத்த ஹிகாய் தோக்கா குருஷிமியோ அரத்தமேதே வட்டாஷா மொய்தாஷிமாஷ்டா. இங்கே உள்ள பெண்களையும் அங்கே உள்ள பெண்களையும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்குள்ள அங்கே வந்து இலங்கையில் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் அந்த பெண்கள் தமிழ் கலாச்சாரம் வித்தியாசம் என்றபடியினால் பெண்கள் வந்து கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. கொக்கோ மஞ்சோனிரு ஜோசே நோ கதகதாத்தோ ஸ்ரீலங்கா நீரு ஜோசே நோ கதகதா நோ மா புங்கா நோச்சி காயமோ அறிமாசி சமதம நோச்சி காயமோ அறிமாஸ் மா வட்டாஷ்டாச்சி ஸ்ரீலங்கா சொச்சி சொன்ன தமிழ் ஜின் தொயு மா தமிழ் புங்கா がありまして、まあ、そういった文化 の問題もありまして向こうでは津波の時に多くの女性が被害を受けました。パクルデラハワンダンガンデスルバルガルンプンガルンダンウィルラプクダアドダソトゥラプカルンクルデラハインゲソトゥラプ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 ク
向こうでは子どもと女性が主に被害を受けました。こちらでも資産の被害を受けましたけれども、向こうでも資産、さまざまな資産とか財産の被害も受けました。மீனவர்கள் தான் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். கடலோரத்தில் இருக்கிறார்கள் மீனவர்கள் இருந்தபடியினால் கூடுதலாக அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இழக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி இங்கே ஒப்பிட்டு பார்க்கக்குள்ள அதே தொழில் உள்ள ஆக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க.向こうではやはり被害を受けた地域には多くの漁業の方々が住んでいまして、漁業をする方々が大きな被害を受けまして生活基盤を失ってしまいました。やはりこちらで私が見ましたところ、海岸地域ですので漁業をしている方々が大きな被害を受けたということが分かりました。アンガワンドパーディケバタマカレナガウダネリアタッカリハコティラマチイポドワンデアワンニンダハラマルタダワンガワンデNirandara vittukku poradharku vandu neenda kaalam edukkapattathu. Attachi tachi wa hisai cha no tameni samazama na katsudou o okonai mashite, kasetsu juutaku no kensetsu toka, sono go no teiju juutaku no kensetsu mo okonai mashita kedomo, sore ni wa hijou na jikan o tsuiya shimashita. De tsunami ile paadhikkapatta makkala vandu anda avargalude anda mananilaiye maatradhukku vandu engalukku pala kaalangal thevaipattathu. Avargalodu vela seiyradhukku anda uyirgala ilandha pengalodu kooda naanga kalanduraiyaadi avangalude mananilaiye seeraga kondu varadhukku pala naatkal pala kaalangal thevaipattathu. Matha no tsunami no higai ukketa hito tachi wa seishin tekina shokku mo hijouni uke mashita. それで仕事に行くのも難しい状況でしたし、また特に家族とか親類を失った女性の精神的なショックは大きいものでして、彼らの精神的なショックを和らげるのに非常に時間がかかりました。அவர்களோட கலந்துரையாடி அந்த அவங்களுக்கு பல அந்த சுனாமினால் பாதிக்கப்பட்டாக்களுக்கு அந்த சுனாமி தண்ணி வந்து ஒரு விதமான நோய் உண்டு, தோல்வியாதி உண்டு ஏற்பட்டது. அதை நாங்கள் சுகப்படுத்துறதுக்கு உண்மையாக ஒவ்வொரு மக்களையும் அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு அந்த மருத்துவ வசதி செய்து கொடுக்கறது பெரிய ஒரு வேலையாக எங்களுக்கு இருந்தது. どんな問題があるかと尋ねたんですけども、その津波の水によって皮膚病が発生しまして、それが広がりましたので、それらを治すために私たちは努力をしました。さまざま被災者たちを一人ずつ呼んで医療を受けさせるということにも非常な努力をして時間を費やしました。இங்கே உள்ள அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பல சமூகத்தாக இருக்கிற மாதிரி அங்கேவும் பல சமூகத்து மக்கள் வந்திருந்தாங்க. ここの被災者たちもさまざまなコミュニティの人たちが集まって生活しているということに、と見ましたけど、そういった様子も見ましたけども、向こうでもさまざまなコミュニティの人たちが一緒に住むことになりました。அந்த கொம்யூனிட்டியை நாங்கள் ஒன்று சேர்த்து அவங்களோட மெட்டாக்களோட நல் உறவை ஏற்படுத்துறதுக்கு நிறைய நிகழ்ச்சிகளை செய்து அவர்களோட தனிப்பட்ட கலந்துரையாடலை கலந்துரையாடி இந்த சமூகத்தை அந்த சமூகத்தோடு இணைக்கிறதுக்கான பல நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் செய்து அந்த அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமையை நாங்கள் ஏற்படுத்தியிருந்தோம்.向こうでもさまざまなコミュニティがありますので、そういった人たちを一緒にして仲良くさせるためのさまざまな催しものを行いまして、さまざまなお話し合いをして討論を行って、そしてこちらでもさまざまな催しが行われましたように、私たちは非常に努力をしました。அந்த அவர்களுக்கான அந்த அபிவிருத்தி வேலைகளை செய்யறதுக்கு அந்த மக்கள் ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு இலகுவாக இருந்தது. இப்போ இங்கே பார்க்குற நேரம் அந்த ஒற்றுமை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கல, எனக்கு அந்த மன கஷ்டம் போல இருக்குது.現在日本の様子を見ますと、まだ見聞きした話ですと、少しなんか絆が失われているんじゃないかということを聞きまして、私は非常に悲しく思っています。何に言ってるん、コールドラーハインゲワンディアワルグローダーアンディサムハテオトメイエッパティブテアワルグローダーワクウィダヒウィル、インガウラマカラ、ニランダラウィッドキャニピナー、アワルグローダーマンアンディラナルダーレコマンディナー、ニネキンル。
まあ、私はまあ今いろいろ考えてますけども、特にあのこちらの人々の絆を強化して、そしてあの定住住宅にあの被災者たちが住むことができるようになりましたら、まあ非常に良いことだと思います。で、イラプクルパークルネイラム、ソットクルイラプクルワンディ、イランゲイレイム、ジャパンレイム、ウイルイラプクルインゲクレイバーハランダルム、ソットイラプクルパークルネイラム、トレンドム、サママハルクル。アデネイラム、アンゲイム、ワーワーダーラム、カダルトリルセイラクル、トリルパーディカバトルクル、インゲイム、パーディカバトルクル。まあ、被害の状況にもうまあ比較ということはできませんけど、まあ、スリランカと日本、まあ、どちらの死傷者が多いかとか、まあ、そういうこともいろいろありますけども、やはり向こうでも生活基盤が非常に被害を受けました。オットマルタティラパーケイキラワンディエラムトレンドムサウマネイズダンナングアングデヴァラパーハオララグトノルビダムナングカタマナングルコニャムアビビリティアアデイラティケエッパディセイディブルタムアナインゲンナムセイエレ。まあ、全体的に見ますと、まあ、被害は同じ状況だと思いますけども、私たちはもう、まあ、すでに復興を、まあ、90% から成し遂げまして、また発展のために努力しています。アディシークラティレインゲイムアンデマッカラワンディアマグダニランダラエダテキアニプラディナエラマンダディまた、そして、まあ、こちらの人々をすぐに急いで定住住宅に移してあげて、あげていけば、まあ、非常に私は嬉しく思います。まあ、ちょっとこれ以上時間がありません。 Thank you. ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは順番に3人の方にお話をしていただいた後で質疑をしたいと思いますので、次は玉江さん、よろしくお願いします。 Good afternoonMy name is Rose Tamai. I come from South Africa in the community of Orange Farm. And the name of the NGO that I'm working with is Let Us Grow. 皆さん、こんにちは。私はローズ・タマエと申します。南アフリカより参りまして、オレンジファームと呼ばれる地区の地区から参りました。またレッドアスグローと呼ばれる NGO で活動をしております。 First of all, I'd like to say it's a privilege for me to come here, and because some of the things we saw on television and are not real, but since I came here, I arrived, I see what has happened to the disaster areaAnd when I arrived, I cried, of course, because something in my heart was like, it's not the same like in the televisions. And I share my pain with tears for the people of the area that is a disaster. And at the same time, I change because I know it's good to cry, but it's good also to move on.まず最初にこちらに来ることができまして、大変嬉しく思っております。というのも、被災地の状況というのは、テレビでは見たことはありましたけれども、やはり実際目にするというのとテレビで見るというのは違うからです。実際にこちらに来て、何が起こっているのか、被災地で何が起こっているのか、自分の目で見ることができたわけです。そして被災地の状況を目の当たりにして、私は心揺り動かされるものがありました。それはやはりテレビで見るものとは違うものでした。そして涙を流すことで、その被災地の人たちの痛みというものを分かち合うことができたと思います。そしてそこで涙は流したわけですけれども、前に向かって進んでいくということは大変重要であるというふうに考えました。 And of course when I say I cry and I stop becauseIt reminds me, I think the same thing that has happened. It's something that happened to me, but in another way around, because I'm a rape survivor, and I'm also an HIV positive survivor. Today, I'm calling myself a survivor, but before I was a victim. And for me to come out of the victimizing issue,
I made myself a survivor. そしてその私は泣きましたと言いましたけれども、そこで立ち止まって考えてみました。そして自分に別の意味で起こった自分に起こったことを考えて、そこに共通点を見出したわけです。というのも、私はレイプの生存者でありますし、また HIV 陽性の生存者でもあります。以前、自分自身のことを犠牲者というふうに呼んでいたんですけれども、今はそういうような呼び方ではなく、生存者、サバイバーであるというふうに自分のことを考えています。というのも、自分は犠牲者であるというような意識から、自分はそれを乗り越えて生き延びたのであると、なので自分のことをサバイバー、生存者であるというふうに考えています。And I look at the area and I tell myself because I met a lot of people, I managed to attend some temporary housing where I met a lot of people I speak to.And I also attended the festival. And I think for the country and the community, first of all, for people to survive, you have to heal yourself first and accept so that you can carry on. So when I was speaking to the people, I saw a great need of support and sharing knowledge within the area.実際被災地に入りまして多くの被災者の方と会いました。また仮設住宅に住んでいらっしゃる方々ともいろいろお話をさせていただく機会がありました。また石巻の国際祭りにも参加をいたしました。まずそういった被災地の人たち、そしてその被災を受けたコミュニティや国というのが生き延びていくためには、そして生存していくためには自らを癒すということが必要です。そして自分に何が起こったのかということを受け入れて、そこから前に進んでいくことが大変重要であると思います。そして私は被災地の方々とお話をする上で、その方たちが支援を必要としているということ、また知識を共有する必要がある、そういったニーズがあるということが分かりました。Of course, after hearing all my story and my colleagues' stories, some of the people were open to us and they were telling me thatIt's their first time talking to somebody. And that thing only gave me a victory to say, at least I have changed two or three lives of people. And I talk to them to move on as survivors. And I think I've achieved one big thing in that community because serious, it was a serious note. Myself, I know.As I'm saying, I come from that area where I was a victim, but I end up being a survivor. So what we need now is to see and support and give people love so that they must survive. That is the first start area.もちろんその被災者の方に私自身の話、あるいは私の同僚に起こったような話を被災地の方に話をしたわけです。そうすると被災地の方はそういったような話を聞くのは初めてだとおっしゃいました。そしてまた自分の身に起こったことも私に話をしてくれました。そしてこういうふうに人に知らない人にこういった話をするのは初めてだというふうにおっしゃいました。でそこで私は人々の生活、人生というものを変えることができているというふうに感じることができました。そしてその地域コミュニティにおいて私は大変大きな一つの人々のその生活というもの、人生というものを変えることができたという意味で大きなことを成し遂げることができたというふうに感じることができました。ですから大変重要なのはそういった被災地の人たちにどういったことが起こっているのか、それを見てその人たちの言っていることに耳を傾けて支援をすること、そして愛を
授けるということです。それがまず最初の第一歩になっていくと思います。Yes, by closing, I will say a person like me who have underwent so much problems, but I did manage to bring the community together, and I also managed to build the community in a way where they are today. That's a very disadvantaged community where I'm working, but because of love and because of strength and trust, we are together.And my last message is to say to people of Japan, together you can make it. Divided, you can't make it. Hold hands each other and stand up and take action now. Thank you.そして最後になりますけれども、私自身人生でいろいろ辛いこともありましたけれども、そういった私がコミュニティをまとめて、そして私が住む地域のコミュニティというその再建にいろいろ尽力することができているわけであります。ですのでここで最後に皆さんに申し上げたいのは、愛でもって、そして強さでもって、そして信頼というものを手に携えて一緒に歩んでいくということです。そして日本の皆様にお伝えしたいのは、一緒に手を携えることによって実現できることは多いということです。分断していては何も達成することができません。ですから今こそ手を携えて立ち上がって、そして行動を起こそうではありませんか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではイブラヒムさん、お願いします。ビスミラハラハマンラハム、サラムアレイクムワラハマトラワラカテアナアスミイブラヒムナーマムハマドアシタガルマアシャバカトビアリアバニアアマリホワダーキルアイラクアコムビムサアダティラトファルフォカラルモサビンビサラタン。こんにちは。私はイブラヒム・ニアマ・ムハンマドと申します。日本イラク医療支援ネットワークの現地スタッフとして、イラクの小児がんの患者さんを支援する仕事をしています。アメリーはコンビナクリラトファルをムサアデトムリハソルアラルイラジカザリカコンビシラアルイラジラハムアテデリスルフォカラルディンライスタティオンアディハブイラアルマドラセ。私の活動は、非常に貧困にあえぐ貧しい小児がん患者の子どもたちがですね、病院に行けるように経済的な支援を行ったり、それから、治療に、不可欠な、薬が足りない、そういう中でそういったものを購入したり、支援したりする、そういう仕事を主に行っています。フィレアムサーバカズルトフォカシマウシノマキズルトムハイアムラジーンウズルトルマダリスIKAWA School والمدرسة القديمة المدمرة والتقيت بالأطفال. 先日、地震の被害に遭った福島市やそれから石巻、そして相川小学校などを訪れて、被災者の生活を見てきました。عند زيارتي لهذه المناطق اكتشفت شيء انه رغم تباعد الثقافات وتباعد المسافات بين العراق واليابان واختلاف الثقافات واختلاف الديانات.واختلاف اللغة وجدت شيء أنه عندما تماسكت الأيدي وجدت أنه نعيش قلب واحد ومشاعر واحدة وحاسيس واحدة. 現在こうした被災者の方が苦しんでいる状況を見まして、イラクと日本は距離は離れていますけれ、距離は離れています。そして言語も宗教も違いますけれども、とある被災者の手を握った時に私たちの心はもう一つだったと、非常に近いものがあると、そういうふうに感じました。أنا متألم جدا لما حصل في اليابان ولأصدقائي كذلك في العراق وأنقل مشاعر إلى حاسيس والأسف إلى الذي حدث في شينوماكي وفوكوشيما. そうした被災者を訪問する中で、我々イラクもですね、貧困にあえいでいる。そして、今津波の被害に遭われた方も同様に苦しんでいる。そうした方々に対して我々も同情を禁じ得ません。كلنا نعرف الذي حدث في فوكوشيما وشينوماكي هو حادثة بيئية بسبب الطبيعة وبسبب البيئة لكن الذي يعيش فيه في بلدنا هو بسبب اختيارات المجتمع الدولي الخاطئة والذي عرض الأطفال العراقيين إلى الفقر والسرطان والأمراض الكثيرة
今被災地で起こっている悲劇というのは自然災害によって引き起こされたものですけれども、その一方で私たちが被っている貧困や今起こっている問題というのは国際社会の決断によって引き起こされたものだと私は考えています。المجتمع الدولي لديه هدف اسمه MDG وهو حماية الأطفال الذين تحت سن الخامسة لكن في سنة 2002 وبسبب الحصار وبسبب الحروب على بلدي وصل نسبة الوفيات في هذه حسب اليونسكو 125 بالألف للأطفال تحت سن الخامسة 現在国際社会が掲げているミレニアム開発目標の一つにですね、乳幼児の死亡率を下げようというものがありますが、イラクはですね、2002年の統計によると1000人中125人の5歳以下の乳幼児が亡くなっている。この数字は非常に大きいものだと私は思っています。أنا أعرف أن اليابان هو بلد قوي وبلد مثقف وبلد متطور وبلد كبير في المجتمع الدولي ولديه قرار ولديه كلمة。こうした乳幼児死亡率の増加というのはですね、長年続いた経済制裁そして国際社会の決断によって行われた戦争による結果だと私は考えています。أنا لا أطلب من اليابان مساعدات مادية أو اقتصادية لكن أتمنى من الحكومة اليابانية تقف موقف إنساني تجاه الدول الآخرة ليس بلدي فقط لما يحدث لأن الهومانيتيريان الإنسانية تكون أعظم من أي مساعدة في العالم。こうした貧困の問題やですね、乳幼児の死亡率の改善、そうしたものを解決するためには、まあ、日本のような大きな国、力を持った国がですね、戦争や経済制裁を引き起こさないようにする。もちろん経済的な支援というのも大事ですけれども、人道的な考えに基づいた国際的な決定を下す、そういうものが私は今非常に重要だと考えています。أتمنى أخيرا أتمنى السلام والأمان لجميع بلدان العالم وإنقاذ الفقر في هذه البلدان والسلام عليكم。そして最後に世界中のこうした貧困の問題苦しんでいる地域の人々がいつか救われますよう祈って最後の言葉にしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではですね、質問を受けたいと思います。ご質問のある方は挙手をしていただいて、所属とお名前をおっしゃっていただいて、それからどなたに対する質問かということをおっしゃっていただきたいと思います。どなたかご質問ございましたら挙手をしてください。じゃあちょっと私つなぎで最初馬さん高田さんにお伺いしたいんですが、やはり再建にはですね、大津波の後の再建にはこう仮設住宅それから定住住宅の建設で生活が戻っていくにはかなり時間がかかったということなんですが、この日本の場合現在震災の発生から7ヶ月を過ぎたところなんですね。で、そのぐらいの時期にはですね、スリランカのインド洋津波の時はどんな状態だったのか、それと比べると今日本の被災地はどのような状況なのかっていうようなこと、もし感想でもよろしいんで分かりましたらちょっと。இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தற்காலிக கொட்டில் அமைக்கிறதுக்கு முன்பு கூடாரம் அமைச்சிருந்தாங்க. அந்த கூடாரத்திலிருந்து தற்காலிக கொட்டிலுக்கு போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 8-9 மாதம் ஆகினது. நிரந்தர வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 வருஷம் ஆனது. ஆனால் ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் 6 மாதம் இப்போ சுனாமி அடித்து 6 மாதம் ஆகிட்டுது.
அவங்க தற்காலிக கொட்டில இருக்கறாங்க நான் என்னத்தை சொல்ல வந்ததுலன்னு சொன்னா அந்த இலங்கை மாதிரி நிரந்தர வீட்டுக்கு போறதுக்கு நாள் எடுக்க வேணாம் இலங்கையில வந்து நாட்கள் அதிகமா இருந்துச்சு ஜப்பான்ல வந்து அதிகம் இல்லாம மிக விரைவில் அவங்களை அனுப்புறது நல்லமன்னு தான் நான் நினைச்சேன் まあ、スリランカに関して言いますと、まあ、最初はあの、まあ、一時的に仮テントを作りまして、その後にまあ8ヶ月か9ヶ月経ってからあの、まあ、仮設、住宅、そして、まあ、あのその後に、まあ、あの定住住宅を作ったんですけども、それにはまた 4,5 年かかってしまいました。まああのまあ、日本は、まあ、日本に関して言いますと、まあ、6、7ヶ月ぐらいでもうあの仮設住宅ということですので、まあ早い方ですし、まあ、あの私がまあ 何をしたらどうしたらいいかと考えますと、やはり、まあ、あのスリランカのように定住住宅を建設に時間をかけるのではなくて、あの、まあ、急いで、まあ、できるだけ早くあの定住住宅を建設して、まあ、建設することがあの素晴らしいことだと思います。இலங்கையில் வந்து இந்த நான் முகாமில் இருந்தபடினால் நான் அனுபவிச்ச நான் அந்த தற்காலிக கொட்டியில் எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கின்றது எனக்கு தெரியும். ஏனென்றால் நான் அவர்களோட வேலை செய்தபடினால் அதனால தான் நான் ஜப்பானில் உள்ள மக்களையும் விரைவில் வந்து நிரந்தர வீட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி செய்தால், இங்கே இருக்கிற அரசாங்கம் அல்லது நிறுவனம் சேர்ந்து செய்தால் நல்லமன்றதை நான் எதிர்பார்க்குறேன். ஸ்ரீலங்கா仮設住宅の現場であの活動しましたので、向こうのさまざまな状況、その時に発生した多くの あの問題をよく知っていますし、経験しました。ですので、あの日本の人たち、まあ日本の人々をできるだけ早く定住住宅にまあ送ってあげること、まああのそれはまああの日本政府とかさまざまな団体がそのためにあの努力をしていただけたらと私はあの願っています。はい、ありがとうございます。ご質問、じゃあ一番後ろの方から。三助会員の尾形と申しますが、あの今度被災地を訪問されてですね、今あの定住住宅の話があったんですが、それ以外に、もうちょっとこういうことをしたらいいと日本に助言したい面と、それから僕の方から聞くのはちょうどあれなんですが、日本に来てみて、ここは案外予想よりよくなってやってるじゃないかと、つまり、もっと改善してほしいところと案外よくやってるじゃないかというところを、まあ、皆さんのご経験を踏まえてあのお答えいただけないでしょうか。じゃあ3人の方に順番に、じゃああのバサンタカラさんから順番に。தற்காலிக வீட்டில் நான் எதிர்பார்த்தது என்னென்னு சொன்னால், அந்த மக்கள் வந்து தனிமையாக இருக்கிறது, தனிமையாக இருக்கிறாக்களுக்கு வந்து அந்த தற்காலிக கொட்டியில் அந்த பக்கத்து பக்கத்தில் செட்டில் ஆக்கள் இருக்கிறபடியினால் இரவு நேரங்களில் வந்து அவங்க வந்து லேட்டாக தூங்குறதுனால பெரிய சத்தம் போடுறது, அதனால் மெட்டாக்களுக்கு தூங்க முடியாமல் இருக்கிறது, அந்த அந்த டிஸ்டர்ப் அவங்களுக்கு இருந்தது, அது உண்டு. 一つはですね、私が仮設住宅を訪れて、まあ、ちょっとあの、まあ、聞いた話ですけれども、まあ、あの、まあ、一人であの、まあ、孤独に暮らしている方がいるということ、それでまたあのそういった方々がですね、まあ、あのやはり隣に部屋がありますので、隣の部屋の方々が、まあ、夜遅く寝たりとか、そういったあの夜、あのまあ、夜いろいろその隣の音が聞こえるということで、よく寝られない、まあ、ということが、そういう問題があると聞きました。அடுத்தது வந்து அந்த அவங்க தற்காலிக கொட்டியில் இருக்கிறபடினால் வந்து அவங்களுக்கான அந்த தொழில் இல்லாமல் பாதிக்கப்படுது. அதனால் வெளியாக்கள் தான் அவங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்குது. またあの、まあ、仮設住宅のに住んでいる 方の多くが、まあ、仕事がなく生活していますので、それに関してはあの、まあ、あのその他その、まあ、仮設住宅の外にいる人たちが何か援助をしてあげたらいいと思いました。அவங்கள நிரந்தர இடத்துக்கு நல்ல ஒரு அவங்களோட
ஏற்கனவே செய்த தொழிலை செய்யக்கூடிய ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்தால் அது வந்து அவங்களோட வாழ்க்கைக்கு மிகவும் நன்றாக அமையும் என்று நான் நினைக்கிறேன்あとまあ定住住宅にまあ移動してもあの彼らのその以前の職業をまたあのできることができるように援助をしていただけしていただけたらまあそれは非常に素晴らしいことだと思います。イランギアウレイングワンデナンパータドウレイアム、ワヤサーナヴェルヒルム、タングレトリレ、タングレ、タングルトゥヴィアナデ、タングレセイラザン、イランギアプロトゥヴェレキムアプリワヤサーナヴェルヒルム、タングレヴェレキルセイヤマタングル、アナインギアパンラセイラザン、エデルパートウド。まああのまあ、スリランカですね、まあ、かなり年老いた人たちは自分の、まあ、身の回りのこともあのしなくなってしまいましてあまり活動しなくなってしまうんですけどもあのスリランカあの日本の方々はあの年老いてもあの自分 の, あの周りのことは自分ですると言ったことを私は、まあ、あの見まして非常に驚くとともに非常に喜びました。はい、ありがとうございます。それじゃあ、あの玉井さんお願いします。Myself, it was my first time arriving to Japan, and I don't know much about Japan. I only know that Japan is a very developing country. So it was my first time. I don't know how was the place looking like before.But I also want to put my input to say that I've saw a lot of good things that are happening, especially the elderly, which I was very inspired of the elderly people. And I saw a lot of areas as I was going down to Ishinomaki. Yes, that are very developed. But as I speak to three few people down there,I think the improvement needs to be on employment side. And of course, everybody knows that when you are not working, you don't have any decision, even how to buy your soap. If people can get work, those who need work, and the housing also. But I don't know much, but this is what I was hearing from the people as I went down there.今回あの日本を訪問したのは初めてであります。ですのであまりあの日本のことに関してはあの最初からあの熟知していたわけではありません。ただあの日本という国は大変先進的な国であるということはもともと知っておりました。ですのであまり日本のことをよく存じ上げていなかったので特にその比較をして私がどういうふうに感じたかということはなかなか申し上げづらいんですけれども、ただお年寄りの方を大変よくお世話をされているというようなことで大変感銘を受けたり、またあの石巻の方に行きましてもかなりある程度はその復興がされているというような印象を受けました。またその石巻ではあの3人の方とお話をさせていただいたんですけれども、その方たちはやはり雇用が必要であるということをおっしゃっていました。やはり仕事がない仕事をしていない時というのは自分でいろいろな意思決定をすることができないわけです。例えば石鹸一つを買うにしてもやはり仕事をしていない時というのはいろいろ自分の意思で意思決定をすることができないわけです。また住宅に関してもなかなか自分の意思で決定することができないと、そういったようなことを私の方は見聞きいたしました。ただあまり日本のことを最初から熟知していたわけではないのでちょっとあまり詳しくお答えはできないかと思います。ではあのイブラヒムさんお願いします。أنا لدي نقطتين لاحظتهم في عندما زرت مخيم اللاجئين والمدارس. أولا أنا التقيت بالمخيم بشوزو سان أحد اللاجئين والذي كان حزين جدا. التقيته وزرته في البيت وفي البداية بكى. أنا طبعا بالمشاعر بكيت معه وقال لي لقد فقدت زوجتيفي هذا الإعصار تسونامي. أخبرته أنا مثله لقد فقدت زوجتي ولكن بسبب السرطان وبسبب الحروب.
في البداية بكينا سواء أنا وهو وبعد ذلك أخبرته أنه يجب أن نقف من جديد أنا فقدت زوجتي ولدي 3 أطفال يتامى وفي بلد غريب بعيد عن بلدي ولكنني لوجد بصيص من الأمل في حياتي ولقد استمريت وكافحت ووصلت بعدها أحس بالارتياح مستر شوزو وذهبنا إلى قاعة الموسيقى بدأ يرتاح غنينا أنا وهو ورقصنا وتعشينا سوا وتركته وهو سعيد يعني بعض الشيء 私はまず2点私がその被災地を訪問して感じたことがあります。まず石巻の仮設住宅を訪問した際に、ある、津波に被災した一人暮らしの男性のお宅を訪れました。正蔵さんという方だったんですけれども、実は彼は、津波で妻を亡くしていたんですね。で、実は私も同じ経験を持っています。私の妻も実は白血病で亡くなっていました。まあ、そうした津波による被害でですね、非常に深い悲しみやですね、それから絶望を負った方というのはたくさんおられると思います。そしてその正蔵さんも、妻を失って一人暮らしをして、仮設住宅に引きこもる生活を続けていたんですね。しかしながらもちろんまた新しい一歩を踏み出さなければならない、そういうことがやっぱり必要だと思います。そして、そうした決断を下すためにですね、仮設住宅ではそういった方々がですね、引きこもらないように交流できるスペースというものが設けられていました。その点は私は非常に素晴らしいと思いました。أنا لم أقدم إلى سيد شوزو المال ولم أقدم له الأكل ولم أقدم الملابس أنا قدمت له صداقتي وقدمت له حبي الذي أريد أن أوصله أنا أنه يجب أن نبني روح الإنسان الياباني المتضرر من الداخل قبل أن نبني كل شيء يجب نبني أرواحهم سايكولوجيا. そしてまあその方にはですね、私は特に何も経済的な支援はできませんでした。何も力はないんですけれども、ただその友情をで結ばれることはできました。物質的にですね、何かを再建する前にまず心の再建が私は必要だというふうに強く感じています。النقطة الثانية اللي شاهدتها عندما زرت مدرسة ايكا والتقيت بالاطفال وجدته مزدحمين جدا بحيث انه 3 مدارس متجمعة في مدرسة واحدة اتمنى الاستعجال ببناء مدارس جديدة لانه اهم شيء هو بناء الطفل وبناء العلم وبالعلم نستطيع أن نتطور ونبدأ من جديد. それからですね、津波の被害にあった相川小学校というところを訪れました。そこはですね、元の小学校の建物が津波によって破壊されてしまい、今3校合同で1つの小学校を借りて子どもたちが生活しているという状況でした。まあ、子どもたちもそれから先生方も非常に狭い場所で現在その学校生活を送らなければならないことを見て非常に辛い、まあ、悲しい気持ちを覚えたんです。まあ、そうした子どもたちの生活というものが私は非常に優先されるべきことだと思いますので、こうした子どもたち、お子さんたちへの支援というものに、まあ、プライオリティを置いていただければというふうに感じています。はい、ありがとうございます。じゃあ前の方、はい、すいません、G 通信の松尾と申します。ローズ玉江さんと、イブラヒムさんにそれぞれちょっとご質問させていただきたいんですが、まずローズ玉江さんなんですが、南アフリカはですね、去年ワールドカップもありまして、かなり世界に、まあ、ああいう大きな大会を開けるということを証明してみせたわけですが、レイプを通じてですね、そのエイズが広まるという状況は改善はされているんでしょうか。さらに、まあ、必ずしもその実証された話ではないんですが、レイプをしてですね、他人にそのエイズを移すと自分は治るという迷信があって、
こういうまあ、蛮行が広まっているというのがあったんですが、そういった状況はまだあるんでしょうか。これが玉井さんへです。でイブラヒムさんへ、よろしいいですか、続けちゃっていいですか。じゃあ先に答えてます。先に答えます。 OKFirst, I would like to respond on the 2010 soccer in South Africa, which it was a privilege in South Africa. But I want to say South Africa is vast. It's just like Japan, which it has the rural areas around whereby people like myself and my community, we couldn't manageto be part of the soccer, 2010 soccer, because of certain reasons. There are, it's a, some, where I'm staying, it's something like rural areas. Mm-hmm. Yes, we did see the 2010 soccer on the televisions, mm-hmm. and we couldn't be part of the, like, live, seeing it live on the stadium. We did have some delegates arriving,from our center, like Liverpool was in our center because of Oxfam. They came to see the center, but we were not part of the soccer. And that's why I can't say more about the soccer thing. And the HIV issue in South Africa, when I started my speech,I talk about the community that I'm staying in, which is a disprivileged community, which myself, I'm living with HIV, and the most community people, and we have to start this movement. That is why the Let Us Grow was established, the NGO that I'm working in, because first of all, it's far,from it's far from the institutions that are issuing ARVs. We are far from the hospitals. So we started this organization in the community so that you must find a way to bring like ARVs in the community and other facilities like TB, like children.And recently, we are having a mobile clinic that comes in the community because of the NGO. And yes, of course, the rollout of ARVs, it's there. And very few people, they know about it. That is why it's very important in the community to have a person who's having information.To flow it to the other people. That is why Let Us Grow is another role that we are playing to educate our people in the community. Even when they are on ARVs, we do home-based care. We make sure that they are taking their tablets accordingly. And that is the way I can answer the issue of HIV. Mm. And yes, South Africa has movedBut it's moved because of, maybe I can say, like people like myself, if there are other people around South Africa, because South Africa is vast. But somewhere, somehow, people, we have moved. We are on ARVs. And of course, we are still faced with a death of people living with HIV. Some is because of denial. Some is because of stigma.Some is because of not people accepting you. There's a lot of things that are happening in. Yes.まず最初に2010年のそのサッカーの件なんですけれども、確かにこの南アフリカという国がこの大きな世界的なサッカーの大会を開催することができたというのは大変光栄なことであったと思います。
そしてしかしながら南アフリカも日本と同じようにやはり農村の地域というのがありまして、私のような人が住んでいるそういった農村があるわけです。ですのでこの南アフリカのサッカーというのはテレビを通じて見ることはできるわけなんですけれども、ライブでスタジアムに行ってそこに参加するということはできないわけです。ただ私たちはそのオックスファムとの関係がありましたので、リバプールの方から私たちのセンターの方に代表団の方が訪問されるというようなことはありましたけれども、ただそれ以上のことはなく、私たちがその2010年のそのサッカーに参加をするということはできませんでした。そして南アフリカの HIV の問題に関してなんですけれども、まず私はその語ることから始めたわけなんですが、自分のそのコミュニティ、これは恵まれてある意味その特別なコミュニティだと思うんですけれども、そこで私は語ることから始めました。私のように HIV と共に生きる人、そしてこのコミュニティに生きる人たちと共に活動を始めたわけです。そしてその地域の活動というものがこの Let Us Grow という NGO の活動につながっていったわけです。なぜこういったような地域における活動を始めたかといいますと、その ARV 抗レトロウイルス薬のその治療薬を提供しているような病院やクリニックから私たちの地域というのが距離的に離れているため、自分たちコミュニティの中で活動を始めることが必要だったからです。私自身はその抗レトロウイルス薬の治療を受けておりますし、また地域に住む子どもたちのためにその移動型のそのクリニック病院というものが NGO やその他の団体によって提供されています。ですのでこの抗レトロウイルス薬による治療ということは実際に始まっているわけなんですが、ただ問題はこういったようなことを一部の人しか知らないということです。ですからこそそのコミュニティの中に情報を持っている人、知識がある人というのがいて、その知識というのを他の人に伝達をするということが重要なのです。ですからこそ私たちの団体レッドアスグローではそういった教育的な活動をやっていますし、またその在宅介護ホームベースドケアというものも重要視しています。ですのでこのように南アフリカというのは動いている、前進はしていると思います。ただ私たちの地域では確かに抗レトロウイルス薬での治療というのは始まっているかもしれませんけれども、南アフリカという国は大変広いですし、他の地域にも多くやはり人が住んでいるわけで、また私のようにこの抗レトロウイルス薬の治療を受けている人ばかりではなく、その HIV によってその死に直面している人もいます。それはその自分のその HIV ということを否定したり、またそのスティグマというものがあったり、またその地域の人たちにその HIV であるということによって受け入れられないというような、そういった現状があるわけです。 Okay, I think that the last question was about the rape for the cure of HIV. And yes, it was there. And I'm not, it's not there anymore. But when it's not there. I'm not saying it's not happening anymore. But before it was rife. And after hearing that it's happening,We started a movement as activists to find out, because people were like traditional healers were the ones who are saying when you're HIV positive, when you sleep with a young girl, HIV will go away. And then, of course, these days we don't hear anything about that. And we've started to like doing awarenesses to the people.To say it's not true, because it's, yes, it's not true. You can't sleep with a girl child to cure your HIV. Instead,
you give a girl child HIV also. Yes.で最後 の、 あのご質問に関してなんですけれども、あのその相手をそのレイプをしたら自分 の、 その HIV が、治るというふうなその迷信についてなんですけれども、以前は確かに、そういった、ものそういった考え方というのはありましたけれども、今は、そういった考え方というのはないと思います、というのも、そういったことが起こっているということを聞きまして、私たちの方でアクティビストとして、活動を始めたからです。確かに以前はその若い少女とその性交渉をするとその自分の HIV が治るというようなそういった考え方があったんですけれども、それは実際正しくありませんし、それは正しくないというような活動を始めました。はい、それじゃあイブラヒムさん、イブラヒムさんにじゃあ質問させていただきます。小児がんなんですけれども、これはイラク戦争、米軍がイラクに入って行った戦争、まあ、具体的に言いますと劣化ウラン弾の影響とかそういったものがあるんでしょうか、それとももともとあった小児がんの、症例が戦争の混乱によって、悪化しているということなんでしょうか。またその一番ひどかった時期はいつで、今現在は改善していると言えるのか、それともどんどん悪化しているという状況なんでしょうか。طبعا ازدياد السرطان بدأ بعد حرب 2003، وتوجد احصائيات عند الأطباء العراقيين وتوجد منظمات احصت هذا الشيء، ازداد بعد الحرب سنة 2000، وكل سنة الآن يزداد عدد الأطفال عن السنة السابقة。まず私はこのがんの、小児がんの患者、は、まあ、イラク戦争の影響で、増加したというふうに考えております。まあ、ただしその増加についてはですね、正確な人口統計の情報がないのですけれども、ね、母数がないので、そのがんの患者さん罹患率というものが増えたかというのはまだよく分かりません。ただし、まあ、いくつかの NGO やですね、それか関係機関などは増えたというそういう統計を保有しているはず、保有しています。そして時期なんですけれども、毎年ごとにその病院に来る小児がんの患者さんというのは増えているように思います。بحيث بعض المناطق التي تعرضت إلى القصف أصبحت كل عائلة مصاب بها طفلين أو ثلاثة أطفال。そしてですね、まあ、爆撃によって被害を受けた地域がいくつかあるんですけれども、そういった地域では一家族に複数名ががんに罹患していると、そういうケースも存在します。はい、ちょっと次の予定もあるそうなんで、時間のそろそろ会見終わりたいと思うんですが、どうしても聞きたいというご質問ある方がいらしたら、じゃあ一問だけ、はい、じゃあそれ最後の質問にしたいと思います。新聞の中川と申します。皆さんに年齢をもし教えていただけるなら教えていただきたいというのが一つと、あと玉江さんにですね、被災者の方にご自身の辛い経験を含めてお話をされて、で被災者の方に、はい、被災者の方にご自身の辛い経験を含めてお話をされたということですけれども、それはどこで、相手の方はどういった方だったんでしょうか。で相手の方もご自身のことをお話しされたというふうなことでしたけれども、それはどういった内容だったんでしょうか。その点を教えていただけますか。
time with the information. I'm not here to ask that they also talk about their story to you. So who was there and what they talked to you about?私の年は32歳です。Okay, my age, I'm 60 years now this year. Yes, 60. 今60歳です。And the people I met there in the temporary shelter, actually, I was speaking, and after we had some lunch, and then there was a lady calls me. She was standing outside, and she calls me, and she takes me to her shelter. And when I arrive, that's when she talks to me, and she said it was the first time she talks with somebody since this happened. And I met her mother.And there was a little daughter, a little girl there. But because of my professional, I know that according to what has happened to me, as a survivor, you have to wait for the person to tell you what happened. We are not going to say what happened and this and that and that. Mm. So they couldn't tell me the name of the...girl child, but he was playing, and later came the a man. They tell me that it's their brother, he's fishing, and later they gave me a raw fish. Fish. O sashimi. Yes, and of course I had to eat it.To show them that I'm sympathizing with them. Mm. First, I closed my eyes. I was like, oh, I don't know what I'm eating. But I did enjoy it because I really felt it's nice. Mm. But when I had a photo with them, they also agree to me to take a photo in their house. That's what happened.その会った方なんですけれども、その仮設住宅に住んでいらっしゃる方で、そこでご飯ランチを食べていた後、その外にその女性の方がいらっしゃって、その方が私にちょっと来てくださいというふうに話しかけられて、そして自分の仮設住宅のところに連れて行ってくれたわけです。で、そういったような自分の話をこの震災が起こってから他の人に話をするのは初めてなんだというふうに言ったわけなんです。で、私自身はその生存者サバイバーなんですけれども、やはりこういったような状況においては自分の方からあなたにどういったことが起こったんですかということを聞くのではなく、まずその相手がその自分に対して、自らその話しかけてくるのを待つということが重要だと思います。自分からあなたに何が起こったんですかっていうことを聞くのではなく、相手がその自然に話したくなった時にそれを聞いてあげるということが重要だと思います。で、またその他に私が会った人は男性なんですけれども、その方は漁業をされている方で、私にお刺身をくれました。それで私はやはりその方に対してその同情しているということを示すためにも、そのお刺身、生の魚を食べる必要があったんですけれども、まず最初は目を閉じて食べてみました。で、何を食べていたのか実際よくわからないんですけれども、美味しかったような気がします。で、それからあとその方たち の家の写真を撮らせていただいたりしました。はい、じゃあイブラヒムさん、差し支えなければ年齢かもしれません。アムレアルバインセネ、40歳です。はい、どうもありがとうございました。時間、15分で次の予定があるんで、他のご質問あるかと思いますが、ここで、記者会見は終わりにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。皆さんに感謝します。